はい、ということでですね、はい、今日はねレッドバロンに行って、バイクをね見てきたんですけれども、結論から、まず、言いますけれども、はい、契約しました契約しちゃいました。はい、こうなるとは思ってたけどね。はい、今日はねもう帰るだけなのでね、はい、その辺のこととか、今後のね、納車なんかのことなんかもね、ちょっとできれば話していきたいなと思います。はい、今日はね契約しましたけどね、6点なしの紋章はいただけませんでしたなぜかというと、ソラナミ今年度2代目なんですよこのダブル6班の次でね、ですので同じものはもらいませんので、バックナンバーまた手配していただけるということで、今日はね6年なしの紋章はございませんけれどもね、またもらった時にね、6年なしの紋章もういらないですよって言ったんですけどね、もらえるということなんで、はい、またね動画撮りたいと思います。はい、はい、ということでね、はい、ちょっとね雨が、パラパラと降っていたので、ちょっとね途中撮りませんでしたけれども、ちょっとね晴れ間も出てきたということで、ここからね動画を撮っていきたいなと思うんですけれども、先ほどもね、言いましたけれども、結論から言いましてね、はい、契約ということになりました。はい、どうもありがとうございます。はい、そうですね、実際にね、ソラナミの場合はいつも、オートバイに関しては自分の目で、しっかりと見てからでないと中古のオートバイは買わない、ことにしておりますので、今回もね、じっくりと見させていただいた、わけなんですけれども、はい、いただいていたね、話っていうか情報等々、合わせましてね、よくよくもう一度ね、バイクを見せていただいたわけなんですけれども、正直ね、もっとボロいと思ってました。はい、正直もっとボロいと思ってました。だいぶ直してます。前のオーナーさん、だいぶ直して、頑張って乗ろうとした形跡がね、すごくそこら中に見えるんですね。ですので、確かにね、マフラーとかはね、もう錆が、メッキのマフラーなんですけど、錆が入っちゃって、上のね、メッキの表面についた錆じゃないんですよ。要するにそのメッキのね、メッキってこう穴が開くんですよね。穴が開いて穴の中にこう錆ができて、いくんですけれども、そのなんていうのかな、金属のその下、メッキの下の層にもう錆が回っちゃって、そこからこう盛り上がって、飛び出してる錆なんですね。で、それがもう錆になってるので、こうボコ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 ってなっちゃって出まして、そういうところもあるし、そういう錆ってね、アルミだったらね、もう削りに削っちゃって、できるんですけど、メッキだとね、メッキごと落とさないといけませんからね、もう全部こう音メッキ落としちゃって、その上からね、錆止めを塗って、再メッキをかけるか、安く上げるんであれば耐熱シルバーを塗るか、というようなことになるんですけれども、ちょっとそれは難しいかなと、思います。こういう場合は大抵、そのようにするか、もう一つマフラーを交換してしまうという、手がありますね。はい、それからもう一つありますね。はい、それは、隠す錆びてる部分をね、はい、という手があります。どの手を使うかはちょっとここまで考えてないんですけれども、ただねこのマフラー結構、純正の状態でも社外品が入ってるのかなあれ、で結構いい音するんですよ。なんで、これできれば使いたいなと。で若干そのこう ST 自体がねもうピカピカの ST じゃなくて、ある程度こうやれてる ST っていうのもいいかなと思ってますので、
まあマフラーはねちょっととりあえずはしばらくそのまま使おうかなという気になりました。まあだいぶ傷んでる、一番傷んでるのはマフラーかな。はい、で、エンジンのね、なんていうのかな、こうアルミの部分っていうの、まあ例えば、エンジンオイルの、フィルターを入れる部分のキャップの部分とかね、まあクラッチケースカバーのあたりとかね、まあこういうあたりに、かなり、白い、まあ腐食があります。でまあこれに関してはね、まあちょっと自分で磨いてみようかなと、ピカールとか、メタコンとかコンパウンドとかその辺を駆使してちょっと磨いてみようかなと思ってます。で、フレームはね、結構おそらくですけれども、傷んでる部分錆を取って、そしてまあその上からこう塗ってある綺麗にこう直してあるんだよね。でそういうところが、見受けられるんですけど、まあそこはもう直さなくていいかなという感想ですし、まあそれからね、こうガソリンタンクのこの横の部分に、若干、多分なんか色が、剥げたんだろうね。本当にちっちゃい、点が3つぐらい、あって、そこはこうタッチアップしてある感じなのと、あとタンクのボトムですね、この下の部分の、ところが若干、こういくつか何箇所か、そこも塗装が落ちてる感じの部分があって、まあそこもねタッチアップをしてあるんですけど、やっぱり同じ色じゃないから、そこは結構目立つんですよね。でまあそこに関しては、そうですね、もうここはゴムか何かね、カバーか何かをその、まあエッジの部分に、当ててしまおうかなと、ぐるっと一周、まあそういうことも、考えてます。はい、でね、そうですね、こうカウルとか、まあシートとか、まあおそらくね、こう長期間、なんていうのかな、放置した車両だと、シートなんかもね結構やっぱりパリパリにこう硬く硬化してたりとかするんですけれども、その辺が全然なくて、なんだこれ、じゃあ、新しく貼り直したかっていうぐらい革は綺麗なんですね。で、それに、ただそれにしては、色も貼り方も非常に綺麗なので、ちょっとね謎なんですけど、シートとか本当あとカウルとかもかなり思ったより綺麗なんですね。でやっぱり特筆すべきはスイングアームの部分とか、それとかあとホイール、この辺はねもう、変えたんじゃないかなという正直、思うようなぐらい、綺麗なんですね、メッキの部分とかが。まあスポークの部分はねそれなりにやれてるんですけれども、ただまあそんなサビサビになってるわけではないので、これも十分いけるかなと、思いました。まあ、ですのでね、その辺もこう考えて、こう鑑みてみるとね、まあこの車両はありかなというふうに自分の中でこう納得ができました。はい、もちろんいつもまあ 250cc っていうのはね、そういうとこ見てもまあ本当にそれがどうかっていうのはわからないんだけれども、まあ走行距離は1万ちょっとで、まあブレーキ、まあ前輪のブレーキディスク、まあこの減り具合、見ても、まあ大体、そうですね1万ぐらいですかねっていう感じではあるような気がするんですよね。まあ、これ僕の勘なんで、あれですけども、それからね、よくこう事故った時にね、その部分がこう破損する、このハンドル、フルロックでこう切った時にこうカチンとこうぶつかる、なんていうのこれ、ハンドルストッパーっていうのかな、はい、そこも綺麗な感じで修正したり、持ったりしてる跡はありませんし、でフレーム全体的にもまだまだ、大丈夫かなと、いう感じです。でフロントフォークも非常に綺麗です。びっくりした。まあまあ元々はね、この車種は、このフォークのブーツをかぶっていたというのもあるんでしょうけども、かなり思ったより綺麗でした。まあどうでしょうね、サビの上の方にはサビの1つや2つある、十分ありそうな感じの全体的な、まあ、コンディションなん
んだけども、非常に綺麗だった、っていうのもあって、あとリアのサスもね、これはちょっと他のに変えたのかなと思うぐらい純正なんですけど、これも綺麗だったので、まあ、汚い場所っていうのは言ってしまえばマフラー、それから液排、そしてエンジン、周りですね、はい、この辺はかなり、やれた感があるんですけど、後の部分っていうのは、さほど傷んでる感じはないんですね、で確かにフロントフェンダーのね、あの先っちょの端っこの方とかも多分これ、ぶつけたのかな、何かわからないですけど、ちょっとそこタッチアップしてある感じはあるんですけれども、まあ、そこもね、何かをこう上から、ステッカーなり、貼るなり、もしくは、ゴムをかぶせるなり、すればまあ大丈夫かなというふうに思いましたので、はい、まあね、正直ね、ST250 の価格としてはちょっと高いです。高いんだけど、まあその仕様の、まあ、カスタマイズ車両としては、まあしょうがないのかなと、いう感じで自分自身を、納得させることが、できましたので、まあ、あの今回は、契約と、はい、いう形にさせていただきました、はい、まあ、ただね、この車両を、まあ、今日以前のに撮った動画でも話しているかもしれませんけれども、放置車両だと思われます、はい、ですので、まあ、なんていうのかな、整備をしないと乗れません、まあ、ブレーキのマスター変えないといけなかったりとか、あのフォークのシールもね、変えていただけるようですし、まあ、チェーン、スプロケット、まあ、その辺も走行感ですね。で、まあ、エンジンが、まあ、第一かかりませんからね、今で、エンジンかからないでエンジンかかるようにして、さらにエンジンの、ね、トップケースからオイル漏れの跡があるということなので、そこの修理も合わせましてですね、もろもろ、まあ、レッドバロンさんの、ね、修理の見積もりのこう金額を見てたら、まあ、大体10万円ぐらいでしたかね、部品で、10万円ぐらいかけて、直すと、いうような形にこれからなりますので、まあ、いつものようにね、もう、契約から、1週間とか、10日とか、いう形で納車というわけにはいかない車両になると思いますので、どうかな、7月中には無理かもしれないですね。まあ、そのバイクがね、いざ、入ってきましたら、まあ、なんとこのダブル6番とストレアと、まあ、ST250 と合わせましてね、空冷、なんてオールドロックバイク3兄弟みたいな感じになっちゃいますね。まあ、いよいよダメだなこれ、いよいよクラシックおじさん道まっしぐらみたいな感じに、なってき、ちゃうのかな、はい、そんな感じもありますけれどもね、はい、まあ、そう言ってみれば125も俺 GN だからね、ちょっとこうオールドロックですよね。なんで、まあ、実際どうだろうかといって、F800R は、なんとなくこう変わった見た目ですしね、まあ、そんなのが好きなのかな、はい、今からね、まあ、とても楽しみにしてますのでね、まあ、納車、それから、まあ、6年なしの紋章ね、6年なしの紋章の動画もね、また撮らさせてもらおうかなと思います。まあ、もう皆さん飽きてきたと思うんだけど、まあ、皆さん飽きてらっしゃるでしょうし、そら豆もね、もうたくさんあるんですよ、6年なしの紋章が家の中にもうたくさんあるので、今回ね、また新しいバックナンバーの6年なしの紋章を用意していただけるっていうお話をいただいたときに、まあ、レッドバロの店長さんにね、あ、もう、いいですよと、いうような感じでちょっと言ってみたんですけど、まあ、そのレッドバロのね、伊勢店のお客さんの中にも6年なしの紋章の動画を楽しみに出演されてる方がいらっしゃるということなので、本当かなまあ、ぜひということなのでね、まあ、これまたいただいて、6年なしの紋章動画もね、ぜひ、撮れればななんていうふうに、思っております。まあ、どんなところに動画の需要なんてあるかわかんないねということでね、はい、今日は、
また1台、オートバイを契約してしまいましたというお話でした。はい、またね、ぜひ、納車になりましたら納車動画、撮りたいと思いますので、よろしかったら、見てやってください。はい、どうもありがとうございました。